どうも、漢字大好き漢検一級芸人のキクリンです。本日お送りする漢字の企画はですね、漢検一級芸人とあなたが対決、同じ音の読みの漢字何個書けるか対決でございます、ね、たまにクイズ番組とかであるじゃないですか、ね、例えば、こうと読む漢字をできるだけ時間内に書けみたいなね、バーンって書くみたいなありますね。あれね、まあ私はテレビ番組でそれはやったことないんですけどね、試しに家とかでやったら苦手ですね。はい、私漢検一級ですけど、別にその、ね、漢検試験で同じ読みの、ね、音の漢字何個も書けなんて試験ないですからね。漢検一級芸人だからって何でも漢字できると思われたら困るんですね。はい、私実際ね、クイズ番組とかで苦手なジャンルとかね、その書き順とかよくわかんないんですよ、正直。はい、だからね、苦手なジャンルは克服していきたいという思いも込めまして、今日やってみたい企画なんですね。一応ホワイトボードと私はペン用意しましたんで、よかったらですね、視聴者の方もですね、ホワイトボードとペンでもいいですし、普通に紙と鉛筆でも構いませんので、ちょっと私と対決しましょうよ、ね、1分間で同じ読みの漢字何個を読め、書けるか対決しましょう、ね、で私準備はしてないんで本当に、ここにね、いろんな紙を用意しまして、はい、なんかこう例えばセイとかね、コーンとかね、こういうの、読みのね、例がありますので、これ20枚ぐらいあるんで、こっから私がランダムで引きます。本当にランダムでやります。こんな嘘ついてもしょうがない。本当に私苦手なんでね、びっくりするぐらいこれ書けないと思いますよ。対決しましょうよ。1分測りますから。いやー、怖いなー。業界の方にね、これできないってのバレちゃうと嫌なんですけど、でも、できないから鍛えるんです。ね。行きましょう。怖いですけど。行きます。見ないで選べよ。本当に見ないで選べよ。はい、これ。ゆうと音で読む感じ、音読みね。訓読みなしね。ゆうとか結ぶとかのゆうとかじゃなくて、音読みでいきましょう。ゆうと読む感じを1分間で何個書けるか、よーい、スタート。ゆう。ひどい。うわー、ひどい。見せたくないよ。はい。取り直したい。はい。私が書いた U。ひどいですね。友、優しい、あるなしのあり、U は制作の U、誘拐、誘うの U、U のね、誘拐の U ね。そして、勇ましいということで、私が書いた U は、なんと、1、2、たったの、6個でございました。苦手なんですよ、これ。はい。皆さんどうだったですかね。もう一個やります？もう一個だけやりましょう。ちょっと今、あまりにもひどいんでね。U、私ちょっと U 苦手なんですよね。U、あ、ちなみに、他の U のね、例。こんな U が他にもいっぱいあるということでね、他の U はこんなにありました。ね。さあ、あなたは何個か数えてみてくださいね。私に勝ったと思いますね。ちょっと情けないんで、もう一回やりましょう。よし！はい。またね、いっぱいの中から選びますからね。いやー、ひどいでしょ？こんなにダメなんだ、本当に。いや、はい。はい。はい。コンと読む漢字。コンと読む漢字。一分測りますよ。コン。よーい、スタート。コン。音読みね。
うん、はい、ここまで。はい、同じの書いちゃったから、これね、これなし、これなし。はい、これですね。困るの、困窮のコーン、今、コーン。これ、コーン、色のコーンはありですよね。音読み？訓読み？コーン、これありとさせてください。はい、コーンね。混浴の混に、棍棒の混に、梱包の混に、ねと書いて混に、昆虫の混で、いいんだよね。1,2,3,4,5,6,7,8、私は8個でしたね。ちなみに他の混はこんなにいっぱいあるんでね。はい、こう混の例今出しました、いっぱいね。はい、さああなたも数えてみてください。はい、ということで、あなたは一体何個のコーンをかけたんでしょうか。ということでね、私がこれがいかに苦手かということはバレてしまいましたね。はい、どうですか、一級の人に勝った気分は。これちょっと本当に鍛えなきゃダメですね。またやってみたいと思いますね。ということで、私苦手分野、漢検一級の人でも苦手な分野はあるという、そういう動画でございました。どうもありがとうございました。